政党とは共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体である。選挙や革命を通じて政治権力を獲得、維持し、または政策決定過程に影響力を行使することによって政策を実現しようとする。政党は市民革命以後の近代欧米諸国において選挙制度とともに発達した。今日では欧米にとどまらずほとんどの国において 政党を基軸にした政治が展開されている。政治において政策や主張に共通点のある者同士が集まって意見の集約と統一された政策の形成を図り、政権を担当もしくは政策決定過程に影響力を持つことで政策の実現を図る集団を政党という。名士や有力者の活動家からなる名簿家政党とできる限り多数の党員を組織して、 彼らから資金を集めて代表者を党員による選挙で選ぶ大衆政党に対別できるが実際にはほとんどの政党がこの二つのタイプの要素を混合して持っている。政党の結成を決闘、解散を回答といい政党に加入している者を党員、その最高責任者を党首党を外部から支持し援助する者を党友と呼ぶ。また、政党の目的と その実現の道筋を定めた文書は一般に公領と呼ぶ。歴史的には体制変革を目指す党、とりわけ社会主義政党は綿密な投稿量を持つことが多い。保守主義政党や中間政党のような特定の世界観を持たない党の場合は一般的、抽象的な公領に止まることも多い。政党の数や権力との関係による分析には一党独裁制。 複数政党制、ヘゲモニー政党制などがある。また政権に参加している政党を、与党、参加していない政党を野党と呼ぶが、社会主義国では、政党は共産党のみで、野党は存在しないことが多い。政党は社会に発生する紛争を政治問題として提示することが必要となる。ガブリエル・アーモンドは、この機能を利益表出機能と呼んだ。また、 社会内部の様々な利益を集約し、政治へと反映させる機能がある。政党が政策という形で市民に対し利益の集約したものを提示し、政府に対してそれを提示して実行させるよう努める。これを利益集約機能と呼ぶ。また、政党が集約したわかりやすい政策や争点を市民に提示することで市民の政治への理解、参加を促進させる機能も持つ。 政治指導者の補充、選出機能も重要である。政策の似通ったものから候補を選抜して、選挙に出馬させ、当選すれば、党内にて経験を積ませながら育成し、より高度な集団を率いることのできるようなリーダーを育成していく。そして、政党の力を利用してそのリーダーを元首などの国家指導者に就任させる。この際政党は政府内部で、 内閣や大統領府を自らのメンバーを主体として組織し、政策決定機関を組織化することも行う。そして選挙によって勝利した政党は与党として政権を担当し、敗北した政党は野党として与党の政策の不備な点を批判し、監視、修正させる機能を持つ。この与党、野党は民主主義国家であれば選挙結果によって当然、 入れ替わりを生じるため、政党には、政権担当能力、政権批判能力のどちらも保持していることが求められる。一党独裁という用語がある通り、独裁政治の場合でも、政党は決して無用なものではない。権威主義体制下における政党の機能としては、権力の共有を確保する機能が挙げられる。一党独裁国家において、政権のトップには、 任期が定められていることも多く、後継者は再び党内から選出されるため、有力者が次期政権を獲得する期待を持つことができ、武力による権力奪取の動きを抑える役割を果たすのである。一党制国家では、上記のような権力継承のシステムが確立されているため、権威主義体制の中でも安定度が高く長期化しやすい体制となっている。 政党の規律の強さは各国によって異なる。日本や西欧など議員内閣制の国家においては、党内の規律が強く、各議員には、党議拘束がかけられ、議会では、党の決定の通りの投票をすることが求められる。これに対し、アメリカなどでは、党の規律が弱く、各議員は、それぞれの判断に従って、投票を行い、党議拘束はかけられない。 政党の収入は、党員から徴収する党費や、政党自身が運営する事業からの収入、政治献金などが主なものであり、収入の柱は、各国、各党によって異なる。また、政府から政党に対し、助成金が交付される国家も存在し、日本でも1995年以降、政党交付金が各党に交付されている。 党内において共通点を持つ者が集まって党全体に影響を与えるために形成する集団は派閥と呼ばれる。派閥は資金や役職などの利得の配分を主な機能とし分派とは異なる。分派は一定の主張のもとに全体の路線の改変を狙い、場合によっては分裂も辞さない集団を指す。政党はその国によって様々なシステムが存在する。政党性は まずは、政党の数によって、一党制と複数政党制の2種類に分けられるのが通例である。一党制の国は、政党の選択システムがないため政権交代が原理的に不可能であり、実質的には独裁制と同義である。名目上複数政党制となっている国においても、例えば、中華人民共和国や1989年、以前の東ヨーロッパのいくつかの国のように、 政権交代が原理上不可能であり、派遣政党と衛生政党しか存在しない、いわゆるヘゲモニー政党制の国家も存在し、こうした国は当然民主国家とはみなされない。実質的な多党制の敷かれている国においては、主に政党数や政党間の関係によっていくつかの種類に分けられる。モーリス・デュベルジェの分類においては二大政党制と、 多党性の二つに分類されていたが、後に、序盤にさる通りによって、さらに細分化され、一党優位正党性、二大正党性、穏健な多党性、分局的多党性、原子化正党性の五つに分けられるようになった。また、この他にもいくつかの正党性分類法が存在している。各国の正党性は、当外国の様々な状況によって規定される。 選挙制度と政党数には密接な関係があるとされており、1選挙区から1名の未当選者を出す小選挙区制では、政党が集約されに大政党制になりやすく、各党の得票率に応じて、議席の配分される比例代表制においては、多党制になりやすいとされる。最大党が議会の過半数の議席を獲得できなかった場合は、多くの場合連立政権を組織し、 過半数を確保するが、稀に過半数に満たないまま内閣を組織し政権を運営する場合もある。また、政党はその政治主張やイデオロギーによってもいくつかに区分される。共産主義、社会主義、社会民主主義、民主社会主義、自由主義、キリスト教民主主義、保守主義などである。こうした政党はイデオロギーごとにそれぞれ国際組織を持っており、社会主義、 社会民主主義、民主社会主義政党の所属する社会主義インターナショナルや自由主義政党の所属する自由主義インターナショナル、保守主義政党の所属する国際民主同盟などが存在する。綱領に対して厳格な政党はイデオロギー政党と呼ばれることがある。各国国内において政党は政治的スペクトルによって分類される。現体制を維持し、 伝統的価値を重視することに利益を見出し、求心的改革より、全身的改革を施行する政党は、保守政党と呼ばれる。英国のトーリー党がその典型だったが、19世紀末頃から、各国で社会主義政党が台頭してくると、資本主義を擁護する政党を指して、保守政党と呼ぶようになった。これに対して、規制の国家体制に対して、 改革や革命を求める政党を革新政党と呼ぶ。一般に社会党や共産党のことを指す。ヨーロッパ諸国においては、第二次世界大戦後は、政党の包括政党化で、イデオロギー対立が弱まり、捕獲両陣営を含む連立政権が成立するなど、政策距離は戦前ほど大きくなくなっていったが、日本では1990年代の55年体制崩壊の、 コロマでは、日米安保、自衛隊、天皇制、憲法改正などの争点をめぐって激しい捕獲の対立があった。左右どちらにも偏らない中間的な主張をする政党は中道政党と呼ばれ、穏健な革新政党は中道左派、穏健な保守政党は中道右派と呼ぶ。他に、特定の地域の地方議会で活動するか、地域の利益を代弁する地域政党、 教会や教団、宗教結社の社会生活における既得権や信仰の擁護を目的とする宗教政党、一つの主張のみを争点とし、他の政治問題、争点を主張しない単一争点政党といった分類も存在する。身分制議会の時代には議会の権限が弱く、また議員は出身母体の意思を正確に代理しなければならなかったため、政党は存在しなかった。 しかし、議会の権限が拡大して、国家の意思決定機関となり、また議員への委任が緩和されて、代表委任制が確立し、議員が議会内で自由な投票行動が取れるようになったこと、そして議会内で多数決原理が確立したことから議会内における政治集団の重要性が増大し、政党が成立した。議員である有力者が議会運営のために作った、 名簿化政党が初期の政党である。普通選挙の採用に伴い増加した選挙民との結合が困難になると議会外に多くの党員を持つ大衆政党が出現した。新しい大衆政党の挑戦を受けて以前の名簿化政党も党員層を広げた。保守主義、自由主義の政党が名簿化政党の形態を取ることが多く、社会民主主義、 共産主義の政党が大衆政党の形態を取ることが多かった。ついで、ある一定の階級やグループに基盤を置くのではなく、社会全体のあらゆるグループから支持を集める政党が出現した。このタイプの政党は、包括政党と呼ばれ、党員は薄く広く広がっているものの、議員が主導権を握っているのが特徴である。マスメディアの発達によって、著名な政治家、 党党党のの意見が直接選挙民にに届くくようになななっったたため党組織の役割は低下し大衆政党もるわなくなった人々の関心が国政の長たる首相、大統領とそれら公職への候補個人に集中することで政党の力はさらに低下したとする観測などがある。だが、政党衰退に導くような現象が社会に浸透して数十年が経過した現在でも、 理論的には起きるはずの選挙結果の流動化が起こっていない。先進民主主義国の多数の政党性は大きな変化なしに推移している。このことを社会基盤を失った政党がただ選挙市場で既得権を持った独占者として生き延びているとして説明するのがカルテル政党論である。世論の政党に対する態度は政党に対する反感、政党の容認、 政党の法制化へと移り変わった。政党は本来指摘結社でありなら法的な根拠のあるものではなかったが、この結社が選挙を通じ議会や政府へと進出していくのに伴い、有権者と議会をつなぐ機能が有効なものと認められたため、徐々に政党は重視されるようになった。19世紀には政党は民主主義と相容れない存在という考え方が主流であったが、 選挙権の拡大とともに、政党の存在は大きなものとなり、政党を中心とする民主主義が成立した。日本の政治資金規制法では、以下の規定をしている。国会議員関係政治団体は、収支報告に関する特例が設けられている。国会議員、候補者が代表者である政治団体寄付金控除制度の適用を受ける政治団体のうち、 特定の国会議員、候補者を推薦、または指示を目的とする政治団体政党の支部で国会議員、候補者が代表者であるものなお届け出先は一つの都道府県区域で主として活動する政治団体の場合は、都道府県の選挙管理委員会、政党や政治資金団体、二つ以上の都道府県にわたって主に活動する政治団体の場合は、 都道府県の選挙管理委員会を通した総務大臣である。ほとんどの政党は有権者が政党を認識し識別しやすくするためにシンボルカラーやシンボルマークを制定している。こうしたイメージ戦略は文字の読めない人が投票用紙の文字の代わりにシンボルマークや色で判断して投票を行うため、識字率の低い国家では特に有効である。 イデオロギーが同じである政党は、どの国でも同じシンボルカラーを使用する場合が多い。また、シンボルカラーは、画像メディアで政党を表現する際にも利便性が高い。シンボルカラーによって、政党連合を表すこともできる。台湾における、広島緑連盟や広島覧連盟などがこの例である。ただし、色とイデオロギーの関係には一貫性がなく、 同じイデオロギーでも別の国で別の色を使用することや同じ国で別のイデオロギーの政党が同じシンボルカラーを使用することも決して珍しくはない。例えばアメリカ合衆国では通常は共産主義や社会主義に用いられる赤を保守的な共和党が使用し保守主義に用いられることの多い青をリベラルな民主党が使用している。ありがとうございます。